アイテム番号、SCP-650JP。サイトに現れた直後の SCP-650JP。オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-650JP は標準的人型収容室に加えて対現実改変設備を備えた専用収容室に収容されます。現在、SCP-650JP は自己的に収容されている状態であり、財団の研究に対して従順ですが、その潜在的危険性が極めて高いことに留意し、収容を継続してください。SCP-650JP 自体に近づく場合、現実改変性及びヒューム値の変動に対する耐性テストを行い、その耐性がシード以上でない職員は、現実酔いの症状が出る可能性があります。対現実装備を装着することが推奨されています。説明。SCP-650JP は、観測される上では通常の人間と同様に会話、動作、意思疎通が可能な、身長176cm、体重 69kg の成人男性の姿をした一体の肉体です。SCP-650JP の協力下における身体検査では、SCP-650JP からは生命反応は検出されず、一般的な死体と同様の反応を示しました。SCP-650JP の証言をもとに、この現象を可能にしている理由について、SCP-650JP に対して複数の実験が行われました。アドロータリーフィルムハイスピードカメラを用いた撮影では、SCP-650JP が1単位秒あたり寸分の狂いなく286コマ内のミニ程度を行っていることが撮影されました。SCP-650JP が何らかの実体を投擲した場合であっても、投擲物は1単位秒あたりに撮影されたコマのうち、286枚のコマにのみ移動が撮影され、それ以外のコマでは連続した移動は撮影されず、その場に留まり続けていました。SCP-650JP の証言する内容の信憑性の調査として、さらに感度計数器を用いた実験が行われました。感度計数器は、SCP-650JP の内外の現実性を示すヒューム値が内部ヒューム 0.4、1.6HM、外部ヒューム 0.3、1.5HM の間で秒間286往復に変動することを示しました。感度計数器は過度な動作によって6分のちに故障し、高速のヒューム値の変動により、実験中に複数名の研究員と D クラス職員が軽いめまいや吐き気、微熱、立ちくらみなどの乗り物酔いに類似した症状を覚え、収容プロトコルが書き換えられました。この実験により、SCP-650JP が程度の現実改変を自身のあらゆる部位、細胞に連続して行い続け、加えて、SCP-650JP は自身が影響を与える実態に対していくらかの現実改変能力を行使することで外界に影響を及ぼしていると推測されました。SCP-650JP は通常人間が意識的に行う範囲の動作に加え、脳神経細胞内に流れる電流の生成、心臓の収縮運動、全身の血液の循環運動などの付随の運動まで含めた。人間がおよそ細胞を用いていっているすべての運動を、秒間286回の極小範囲の現実改変を同時多発的に行うことで擬似的に模倣しています。さらなる実験により、SCP-650JP は本来人間の生存に不可欠であるはずの動作の模倣を変えたとしても、その存在、維持要請そのものには特に影響がなく、SCP-650JP の行う動作は生存に必要なわけでなく単なる模倣に過ぎないことが確かめられています。この事実から、上記の例で言えば SCP-650JP が投擲した物体は現実改変能力の影響を受け、その位置を秒間286回の現実改変によって消失と生成を繰り返しながら物理的に正当性のある放物線を描いて移動しています。投擲された実体は、一般的な人間が同様の動作を行い、投擲物がその動作を停止するまでの間の動きと同様に現実改変の影響によって移動しますが、
この際 SCP-650-JP が投擲した物体には重力以外のあらゆる物理的な力が働いておらず、すべてが現実改変の影響によるものです。SCP-650-JP はその出生からおよそ30年の間、自身の異次様性に気づくことなく、自らを一般的な人間であると考え、通常の人間が生活するのと同様の動作を自身の現実改変能力を用いて模倣し、潜伏していました。SCP-650-JP は、2000年月日に突如財団サイト81内部に出現しました。即座に財団職員によって拘束され、いくつかの実験の後現在の収容が確立されました。収容から現在まで、SCP-650-JP が自身の異次様性を用いて、外部から観測できる形で異次様な現象、行動を行った例は SCP-650-JP が陳述した一例のみが確認されています。それ以外の場合、SCP-650-JP はあくまで自身が通常の人間と同じに見えるように自身の肉体の位置を改変し、また脳細胞や神経の電流伝達を一般的な人間のそれに模倣しています。注意すべき事実として、SCP-650-JP の現実改変能力そのものは随意によるものであり、SCP-650-JP 自身が、やろうと思わない、こと。また、口述の自身の性格によってその能力が制御されていることに留意すべきです。SCP-650-JP の収容の経緯についての詳細、SCP-650-JP 自身による陳述は以下の陳述を参照してください。SCP-650-JP による陳述。自身の出生について、今になって思い返せば、私はその始まりから人ではなかったのだと思います。私はおそらく流産だったのでしょう。覚えている限り最初の記憶は、胎の中で育てていた小さな存在がきちんと出てこられなかったことを嘆く母親の叫び声です。何をするでもなく、何もできなかった私は、その時に初めて財団の皆様がおっしゃるところの現実改変を行ったのであろうと思います。私は自分の唇を、喉を、腹を、声帯の位置を動かしてとりあえず母の真似をしたのです。それが偶然にも通常の赤子と同じであったことはまさしく奇跡でした。すぐに手を血まみれにした石が飛んできて、私の肋骨をぐいぐいと押さえました。私はとにかく真似をすることに精一杯でした。誰かはわからないが私の体を押しつぶしては膨らませている者がいる。そう悟って、それを真似ました。それが二つ目の奇跡で、私はうまいこと、皆様のような普通の人間が、赤子として最低限行うべき行動を、まず最初にできたのであります。異次様の認識について、自分がどこか人と違うと気づいたのは4歳にもなっていなかった頃だろうと思います。幸いにも、私は全てを真似、また新しい体の動かし方を学ぶことに全力を注いでいましたから、そこまで人を外れた動きをしたことはなかったろうと思いますが、それでも何かに気づいてしまった時がありました。幼稚園で読んだ絵本であったでしょうか、人の体の不思議に迫る絵本でした。その中では、私と同じくらいの年代の男の子が病に伏せり、体の中でいろいろな、白血球やら、肝臓やらが病原菌を退治するのです。私はそれを読んで、なんでこの子は自分で体をいじってそれを退治せんのやろうか、と思ったのです。そのことを先生方や、父、母に質問をすると、彼らは私が自分の体のことは全て自分でやっているのではなく、自分の体なのに自分の意のままにならない場所があるという不思議を、子供らしく私が抱いたのだと思ったようで、私にそのことを教えてくださいました。私がなおも、しかし、その意のままにならない行動もまた、脳が下した命令なのではないのか、と問うと、父も母も口をつぐんで、多くの小さな子供がそうであるように、この子もまた観念的な疑問を抱くようになったかと笑いました。
私は腑に落ちぬところこそありましたが、例えば小さな少年が、自分の見ている青い空は、どんな他人も本当に自分が見ているのと同じく青く見えているのか、本当は緑色に見えているのに。生まれてこの方、あれが青だと教わっているがために、青色の空だと言っているのではないのかと疑問を抱くように、おそらくは私が自分でやっている、普通ならば意識の外で行われるはずの運動も、私が自分でやっていると思い込んでいるだけで、他の皆も私と同じような感覚を持ってして、自分でそれらを行いながら、それを意識外で行う行動である、と認識しているのだろうと考え。そしてそれはそれっきりにして誰にも話しませんでした。皆様が仰せるところの現実改変はそりゃ恐ろしいものなのでしょうが、私にとっては、生まれてからずっと続けてきた些細なことであり、それこそが日常であり常識でした。皆様にそれを指摘されるまで、私はほとんど無意識でそれらの改変を行っていたのです。背を伸ばすには、栄養をとって、よく眠って、そして朝起きて一番に大きく伸びをする。それが大切なのだと教われば、私はその通りにしました。そうすれば背が伸びた。しかしそれは私が努力したおかげであり、何か化け物じみた何がしかが関わっているだなんて考えもしませんでした。問題を解いて、できなかった問題に印をつけて、そしてまた解く。それを行うことで解放が身につき、また公式が覚わると信じていたからこそ、それが精神的なスイッチとなって、一連の動作を行った時に公式を覚えることができたのです。異次要性に気づいたきっかけ。本当の意味で自分のことに気づいたのは27歳の頃でした。私は結婚して、小さな子供がおりました。生きてすらいない私が、妻の体に誰の遺伝子を作り出して、叩き込んだのか、今となってはわかりませんが、私はその時にはもうほとんどの動き方に慣れてしまっていて、反射のように、自動でできるようになっておりました。私はあの日、娘を連れて公園へ出かけました。娘の手を引いて、心臓と細胞と、筋肉と血液と皮膚を転移させながら、足の位置を細かに改変し、自分の重心と、筋肉の動き方を細かに改変し、自身の体の細胞すべての位置を認識して、その位置、座標を移動させながら、いかにも地面を蹴って進んでいるような姿を真似て娘の手を引いて公園へ向かったのです。信号は確かに赤でした。何がどうということもありません。運転手の落ち度でした。今となっては原因を知ることは二度とできませんが、とにかく私の娘めがけて、公園へと車が一台飛び込んできたのです。私は娘の背後に迫る影を見て、一瞬だけただの死体に戻りました。何も考えられなかったのです。自分の位置を改変したり、心臓を動かすことも全てを忘れてしまっていました。頭が真っ白になった、わけではありません。ひどく冷静でした。驚きであるとか、恐れであるとか、そういった感情を感じるためには、私はまず自分で動かしてやらないと何にもできない脳を動かさねばならないのですから。私は冷静な頭で、まず走っても娘には追いつかない、娘は必ず死ぬだろうことを考えていました。私はひょうとしたら、その時初めて無意識に何かをしたのかもしれません。もちろん、ルーティン化された、自前の感情生成アルゴリズムがいつの間にやら発動したのかもしれませんが、とにかく私はそれをやろうとした覚えがないのです。私は手を伸ばしました。いえ、手の位置をできるだけの速さでもとあった位置から移しながら、駆け出したのです。何をしても無駄だと、冷静な私の心が告げていたのにです。でもそうではなかったのです。私は次の瞬間、自分の腕がスルリともげて、車の方へと飛んでいく姿が、網膜に映ったことを理解しました。私の心は網膜に映ったそれを脳細胞の電気信号を想像することで冷静に解析し、私は自分に何が起きたのかを理解できました。そして私は自分が、人でないことを理解しました。いえ、信じてください。
私はその人生の中で、自分にそんなことができるだなんて考えたこともなかった。やり方も知らなかった。思いつきもしなかったのです。いえ、夢見たことはあります。私も少年の頃には、特別な能力を持って戦う青年たちの生き様に憧れ、自分なりにそういった能力を無双したこともございます。でも私は、それを本当にできるだなんて思ったことはなかった。私は、自分の腕を飛ばすことができることを悟り、そして私の腕は車をぺちゃんこにできる力を出せることを悟りました。運転手を砂ネズミに変えて、公園にいた他の人に、私と娘と、それから車を見えなくすることができることを悟りました。そうして、子供の頃から感じてきた違和感が、現実のものであることを悟りました。すべてが終わった時に、私はただほうけてしまいました。私がこれまでやってきたことは、すべてが自分の力ではなかったと知り、想像の世界にあると思っていたものが、まさに自分であると知ってしまいました。私は、自分の体を数十メートルに伸ばすことも、解いたことのない難しい数学の問題を解くのも、やろうと思えばできてしまうことを知ってしまいました。私はそういった時にどんな感情を抱いたらよいのか、どんな動きをしたらいいのか、涙を流すべきなのかどうなのかすらわかりませんでした。モノマネばかりして生きてきた私には、モノマネでない行動をすることがひどく不安に思えて、ただ立ち尽くしておりました。私は、自分をなんとか普通にできないかと手段を講じました。しかし、それは無駄なことでした。私の肉体はただ私の心が執着しているだけのデク人形だったのですから、私は一体何を破壊したらいいのかわかりませんでした。私の心はどこにあるのか、私が脳を動かしたり、足を動かしたり、そういったことをしている自我の部分がどこに存するのか、私はついにわかりませんでした。他のことは何でもできるのに、私は私を、私の現実改変をなくすことだけはできなかったのです。私はそして、最後に、何もかもが嫌になってしまいました。私は自分をなるべく隠そうとしました。何かをしてしまうのが怖かった。私は、そうして、私を殺してもらおうと考えました。私は、私を殺してくれるところに行きたい、と願い、肉体の位置を改変して、この収容室に自らを置きました。すぐにそちらのエージェント様が飛んできて、それからは皆様もご存知の通りです。私は自分を殺したいと思っているはずです。しかし、私はここに飛んできた。殺し屋の家でも、地雷舞い踊る戦場のただ中でもなく、研究施設であり、収容施設であるこちらに飛んできた。ここが私をいつか殺してくれる場所なのでしょうか？それとも、私は自分が生きていてはいけない存在だというのに、本当は殺されることが怖くて、自分を守ってくれそうなところをいつの間にか選んで飛んできてしまった、育児なしで。人手なしなのでしょうか？財団職員によって SCP-650-JP の陳述の信憑性が調査され、SCP-650-JP が殺害したとされるトラックの運転手の身元以外の情報が真実であると確かめられました。SCP-650-JP が殺害したと証言するトラックの運転手について、財団は調査を続けています。SCP-650-JP を破壊する試みは、その肉体の破壊自体は簡単ながら、SCP-650-JP が危機回避のため予測できない現実改変を起こす危険性と、SCP-650-JP の肉体の破壊が SCP-650-JP の無力化に必ずしも繋がらない可能性を考慮し、恒久的に保有されています。